政府の中央防災会議の作業部会は11日、巨大地震発生の恐れがある南海トラフ震源域で前兆と疑われる異常現象が起きた場合の対応方針をまとめた。震源域の東か西の半分で前震が起きた場合、被害が出なかった反対側の地域も発生の数分後から住民避難を始めるなどの内容。南海トラフの震源域の一部でマグニチュード8以上の大規模地震が起きた場合、残る地域でも新たな巨大地震が誘発される可能性があるとしている。そのため、被害が出ていない地域でも30分以内に30センチメートル以上の浸水が予想されている沿岸地域の住民は1週間程度、事前に避難すべきだとした。南海トラフ震源域で前震などの異常が確認された場合、気象庁は数分後に調査開始の第一報を流す。調査で地震発生の可能性が相対的に高まったと判断されれば、最短で2時間後に発生の可能性が高まったとする臨時情報を出す。異常現象の対応方針では、震源域の半分でマグニチュード M8 級の揺れが襲う、半割れのケースの危険性が最も高いと想定。臨時情報に合わせて政府は市町村長に防災対応の実施を促す。各市町村は防災計画に基づき、避難勧告やインフラ点検などの対応を取る。反対側の沿岸部住民はこうした対応を1週間程度続け、その後は状況に応じて警戒度を下げる。震源域の一部で巨大地震の前震と疑われる M7 級の揺れを観測する一部割れのケースでは、臨時情報が出れば住民が必要に応じて自主避難する。住民が揺れを感じないプレート境界面で地殻変動が起きるゆっくり滑りでは、地震の備えを再確認しながら通常の生活を送るなど、政府は今月中に報告書をまとめ、具体的な対応策を記したガイドラインの作成を急ぐ考えです。南海トラフ震源域では1、東海地方などを襲う東海地震、2、紀伊半島などが被災する東南海地震、3、四国などで起こる南海地震の3つの大地震が同時もしくは連動して起こる可能性がある。一部の地震が起きた場合、過去の記録では連続して地震が発生する可能性が高く、最初の地震で被災しなかった地域も防災対応が必要とされている。一方で、地震の正確な予知はできないため、避難指示が空振りとなる可能性がある上、1週間後の避難解除が安全宣言と取られる懸念などもあり、国民の理解が重要となってくる。